はいどうも、ケーキングです。今日はですね、紋章謎、マルス一人旅、やっていきましょう。アリティアの戦い。ここはね、ゾエ多いんですよ。なので、ちょっと何人か出したいですね。砦を踏むっていう感じで。よし。仲間どうすかな？どっちですか？関係ないって。マルス一人ですからね。とりあえず急ぎましょう。アイテム整理で、サンダーソードか。ここどうしますかね。一応鉄持って、16でいいか。鋼使っていってもいいですね。あとはまあ銀結構買ったので、まあ銀をガンガン使っていく。ドラゴンキラー使いますか。はい。よし。じゃあ、こんな感じで。誰使おうかな。まあ、カチュア、パオラ、あとはミネルバ、くらいで、OK ですかね。はい。じゃあ、このメンバーで、いきます。スタート。はい、みんな行こう。はい、3人ついてきてますから。で、ここに、はい、チェニーがいます。で、こいつらが初手から来るよね。ね、来ますよね。鋼の槍。ただマルスは急がないといけないと。はい、急ぎます。で、カチュアとかもとりあえず飛んで、あ、右でもいいっすね。とりあえず右にいてもいいかもしれないですね。あ、いいです。ちょっとこの辺で様子見ます。はい、とりあえず1回目はこんな感じで終了。よし、じゃあ行きますか。サンダーソードか。あー、サンダーソード欲しいね。よし、じゃあとりあえずこっち。どっちしますかね。前回女性芝居の時、アランにしましたね。サムソンするか。サムソンはこっちっすね。はい、諦めた方がいいと。装備。じゃあ銀で。まあ、ここのどっかをね、踏んでもらいます。で、こいつとかが来てるので、ちょっとこっち行きましょうか。増援は10ターンかその辺からしたらね、出るのね。でも焦る必要ないです。はい、終了。こいつらを迎え撃って、こっちか。よし。まあ、とりあえず、ここ倒します。ドラゴンキラーで、一発。
で、サムソンは適当にどっか踏んどくと。はい、終了。さあ、こいつら来ましたね。結構来るね。とりあえず踏んで、こいつを倒す。さあ、あとは騎馬隊を蹴散らして。パオラ、カッチュア。まあ、この辺もちょっと運びますか。よし、運ぼう。まあ王道な感じでこう回っていきますかね。こいつら倒しつつこう回ってでいきますか。ただこっから増援あるんですよね。よし、まあとりあえず終了で。よし、倒そう。 HP20 の守備7、まあ弱いっすね。こいつは楽勝です。こいつら楽勝。銀の槍か、ここまで倒したいね。こいつらは後でいいか。弓は13、うん、まあ弱いっすね。じゃあこっちにするか。ここまで来たっけ。まあこの辺行きますか。で、銀で倒す。はい。守備もうちょいね、欲しいですよね。11、まあ普通なんですけどね、11は。OK、鋼が1体と。さあ、あとはこいつら移動して。あ、ジュリアン連れてきてもよかったですね。扉開けてね。はい、終了。よし、倒そう。まあ、とりあえずこっから行きます。はい。さあ、サクッと倒して、こいつら忘れずに移動。はい、これで OK ですね。で、終了。攻撃。まあこっからこいつら倒して、まああとマルス移動っていう感じなので、早送りしたいなと思います。
はい、それじゃあ扉開けますか。よし、受け取る。で、開けます。 OK、 終了。はい、無事チェイニーゲット。預けときます。よし、じゃあ行こう。とりあえずちょっと回復して、預ける。秘伝の書使ってもいいっすね。使ってもいいっていうか、使った方がいいっすね。はい、使います。これで技19です。全開にしていきますか。で、傷薬。守備が11。キラーランス。必殺28か。クリティカル8ありますね。OK。まあ HP、回復してあれば大丈夫です。必殺つけても大丈夫。まあ、とりあえずこいつ倒して、まあ、こいつも倒しとこうか。はい、終了。まあ、サンダーソードで外からやるっていう手もあるんですけどね。サンダーソード使いたい時もあるので、ここは、違う。預ける預ける。はい、行きましょう。まずは邪魔なこいつを倒して。よし、OK。で、こいつも倒します。はい、倒して、さあ、あとはボスを倒すだけと。リアルで。はい、じゃあ行きます。じゃあ行きません。待ちます。武器装備、まあ、一応使っとこうかな。はい、終了。だがこのわしがいる限り城には入らせんぞ。これ必殺食らっても大丈夫です。33ダメ。ほらほら、倒せずか。いや、クリティカル欲しかったんですけどね。これサンダーソードいきます。セイ。オッケー。あとは頼んだぞ。で、終了。はい、じゃあ制圧します。本当にありがとう。はい、取り戻すことができた。みんな油断するな。ということで、無事、まあ、ここもクリアと終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。